普段どんなとこで洋服買うんですか？僕でもシンプルな服着ることが多くなっちゃって、去年とかは海外いたので、海外ってやっぱ結構原色着がちなんですよ。結構派手な服着ることが多くて、海外行ってたらなんかやっぱそういう気持ちになるんですよ。俺もなんかちょっとそういうのいいなみたいな。やっぱ今年こっちにいることが多いんで、なんかちょっと黒とかになっちゃったですね。まあでもなんか黒のイメージあるんですよね。そうですね。なんかやっぱ黒着やすい。どうしても選んじゃうんですね。なんか好きな色と着る服の色って違うじゃないですか。好きな色は何なんですか？好きなの僕紫ですよ。あ、ああ。僕は紫好きなんだよ。濃いな。濃いです。そのチーム作ったじゃないですか。あれは何が目的なんですか？大会とか見るの結構好きで、でこう選手が好きやったりチームが好きやったり結構あって、この選手もこの選手も好きやけど、どっちも別のチームにおるわ、でもチームで好きなのはこのチームやしとか、なんか結構ばらけちゃってて、どこ応援しようみたいになってたんですよ。その時には俺みたいな、俺自分のチーム作ってそこでよくやってなったんですよ。し、なんか俺たちが新しい層を持ってゲーム会話に入ることで、自分が好きな会話がもっと盛り上がってくれると嬉しいことになる。やってみたいんですよっていうお話を社長に投げたらいいじゃんみたいな感じになって、こうなんか前の人から検証して。そうなんですか。あれはどういう基準で選んでるんですか？人は僕がやっぱ好きな人やったり、やっぱコンセプトとしてはこの過去にちょっとなんか全然傷あるけどまだ才能があるやつ、まだ心折れてないやつ、気分抜かれてないやつとかを、やっぱ他のゲーミングチームって横のつながりとか自分のもうすぐにあるチームの立ち位置とかの関係上広いなかったりするのはしょうがないことだと思うんですよ、でもやっぱ俺たちって完全に別界隈でそこら辺のしがらみないんで、俺らやったらこう拾えてもう一回頑張れるって、なんか確かに確かに、なんか僕らもそういうやつらやけど、まあそういう人たちを応援してあげたいみたいな、なんか気持ちになんかちょっとなっちゃって、まさに田中さんがそうですもんね。クビになっちゃってめっちゃもったいないじゃないですか。そんなに喋れて、あの才能は確かに確かにめっちゃもったいないなと思って、なんかそういう人たちにまあなんか割と声はかけてるかもしれないですけど、なんかシンプルに仲間ができるの楽しくないですか？ああ、まあそうですね。界隈でミスってちょっと腫れ物みたいに扱われちゃったりしたら、友達とか仲間とかがちょっと少なくなっちゃうんで、だから寂しいなと思ってて、だったら俺らと一緒に遊ぼうぜみたいなのあったら楽しくていいかな。ジャニーズジュニアの件あるじゃないですか。あったっすね。まあジャニーさんがそういう性的虐待をしていたみたいなで、社名を変えろとか言われてるじゃないですか。社名って変えた方がいいと思います。いやでもどうなんやろうね。めっちゃ興味があった界隈でもないけんな。ジャニーさんの名前を使うのは言ってしまえばヒトラー株式会社と一緒じゃないかみたいな。それはマジで言い過ぎだと思う。さすがに虐殺と並べるのはやばい。ああ、まあ、マジの極論だと思うんですけど、でも俺の主観になるんですけど、ぶっちゃけ男女が逆だったらもう会社残ってないと思うんですよ。未成年の超若い女の子を無理やり食ってたとかだったらもう本当になくなってる。あ、まあ確かに確かに、はい、そうって考えたら男女平等の目線でいくんだったら、社名は一旦ばらすのは普通にだからタレントのためなんじゃないのかと思います。なんかだって別に所属してるタレントでは罪ないじゃないですか。それってぶっちゃけジャニーさんが、僕はあんま詳しくないんですけど、多分ジャニーさんがやったことやし、そこに関わってる人間ってほぼ少数だと思ってて、そこから下にいるその他のジャニーズのタレントさんたちはあんま関係ないっていうか、どっちかっていうと半分被害者みたいな人たちの方が多いわけじゃないですか。なのにこうジャニーズっていう組織に入ってしまっていることで CM を切られたりとか、なんか番組降板されたりとか、そういうのがあったりするかもしれないわけじゃないですか。事務所としてタレントを守れてないんじゃないのかなとはちょっと思います。だからその本当にタレントのためっていうんやったら、名前を変えるのは全然タレントのためなんじゃないのと思うんですけど、でもあんま詳しくないんでその件に関して、そんなジャニーズめっちゃ好きだったわけでもないし、でもなんかそう思います。なんかジャニーズっていう名前を残すのはそれは本当にタレントのためなのとは思います。ああ、なるほど。だって個人個人のグループの名前も強いわけじゃないですか。個人個人タレントの名前も売れてるわけで、だったら別に今更ジャニーズである必要はないんじゃないのと思います。配信っぽいこと聞いてみました。ああ、まあ確かに配信っぽいなと思って、なんかそれを見たかったんで、そこでやっぱすっごい回ってるんで、でやっぱハキハキ言うんで気持ちいいんですよ、聞いてて。ああ、よかった。はい、だからあれだ、こいくんが尊敬してる方って結構いろんなところにやってるんですけど、一人でやってる人です。あ、一人でやってる。俺はそれがめっちゃすごいと思います。自分の目が低かったり、俺向上心も結構低くて、誰かに知りたたいてもらわないと立ち上がれない人間なんですよ。だから本当一人でやってるやつみんなすごいです。すごいと思います。こう自分が一人でもし仮に YouTube とかをやってたりとかしたら、やらなくなると思う、普通に。なるほど。だから一回座っちゃったら多分立ち上がれなくなるタイプだと思う。それを一人でモチベーションキープしてあげてる人たちはみんなすごいんじゃないかな。ちなみに相馬はどうですか？いや、相馬なんてすごいでしょ。ああ、まあすごいですね。だって。カブトガニですよ。形も変わらずずっと黎明期ぐらいからずっとカブトガニのまんま今もいるじゃないですか。そうっすね。だからアイスがおかしいんですよ。ちょっとまあまあそうっすね。すごいと思います。いやだからあれも折れないから生き残ってますね。まあそうっすね。絶対折れないじゃないですか。だからそれが本当になんかそのバイタリティっていうかなんかマジですげえな。はい。うわそれちょっと嬉しいですね。そのまま。ゴシゴシチャンネル登録してね、チャンネル登録してね、このまま遠くに